J リーグ2008年の J リーグ2008年の J リーグ参加クラブ分布図2008年の J リーグは J1 リーグ、J2 リーグともに3月8日に開幕12月6日に閉幕した。J1 リーグでの優勝は鹿島アンドラーズ、J2 リーグでの優勝はサンフレッチ広島であった。なお、1993年に開幕した J リーグは同年5月15日で、 開幕15周年を迎えた。2008年シーズンの J1 は、J2 から昇格したコンサドーレ・札幌、東京ベルリ、京都参賀会 C を加えた18クラブにより、争われた。このシーズンは、東京 V の他に名古屋グランパスイとも、名古屋グランパスに故障を改めた。最終更新は2008年12月6日の、試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準。 1>, 1、勝ち点2、得失点差3、得点数。2008年シーズンの J には、J1 から降格した横浜 FC、バンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島、JFL から昇格したロアッソクマモト、FC、岐阜を加えた15クラブで争われた。最終更新は2008年12月6日の試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準。 1>, 1、勝ち点2、得失点差3、得点数。J1 リーグ17位の東京ベルディ、18位のコンサドーレ札幌が J2 へ自動降格した。J2 リーグ優勝のサンフレッチロ広島、2位のモンテディを山形が J1 へ自動昇格した。J116 位のジュビロ岩田と J2.3 位のベガルタ仙台が J1J2 入れ替え戦に臨んだ。 ベガルタ仙台 V ジュビロ岩田ジュビロ岩田 V ベガルタ仙台2試合の合計スコアが3から2となりジュビロ岩田の J1 残留ベガルタ仙台の J2 残留が決定した前年の裏に引き続きこの年も AFC チャンピオンズリーグに優勝した G 大阪に特別賞が贈られたまた G 大阪には下部組織における選手育成の功績が評価されて シェアマン特別賞も贈られた。すべて日本フットボールリーグ所属。ありがとうございます。